オタシゅさんから望む市街地新徳町は北海道上川郡にある町。町名はアイヌ語で、知っとくないがなまったものであり、山の肩、または橋という意味がある。また、アイヌの人たちが酒を作るための漆器、新徳を作るための土地であったとも言われている。十勝の表玄関として、東に鹿追町、上士幌町、南に清水町、西に、 上富良野町、南富良野町、北に、美栄町、上川町に接している。北海道の断面一時における、モーメントの重心に位置している。総面積の約9割が森林であり、北部一帯の約7割が大雪山国立公園の国有林となっているほか、南部は十勝川の流域、佐幌川の流域、その中間大地に分かれている。 十勝川の源流部が、十勝川源流部原生自然環境保全地域として、環境省から、原生自然環境保全地域に指定されている。大雪山連峰と日高山脈のふもとに位置しているため、山麓気候帯に属しており、気候の変化が激しい。夏季の最高気温は、摂氏30度を超え、冬季の最低気温は低く、摂氏25度前後となるため寒暖の差が激しい。 降水量は1000ミリメートルほどであり、年間降雪量は平均で約200センチメートル、多い時では500センチメートルを超え、1972年には680センチメートルを記録している。冬季は隣接する鹿尾町と同じように、十勝山脈から吹き下ろす北西の風が卓越しやすく、斜面にあることから冷気庫となりにくために1月の 平均最低気温はマイナス11.7度と十勝の中では冷え込みが弱いのが特徴である。新徳の歴史参照。スケホロ高台の東側斜面と十勝川沿いには縄文時代の遺跡が残っている。ピタラウシ川とサホロ川が合流する付近にある新内茶市はアイヌ文化期のものである。十勝地方の内陸部にある新徳は近世までの様子は知られていない。 江戸時代は、正木藩の領地であったが、藩の直接統治は及んでいなかった。姉妹都市姉妹町名役役場歴代市長国の機関道の機関、地方独立行政法人警察消防電力、新聞社高等学校中学校、小学校特別支援学校幼稚園、保育施設学校教育以外の施設農業は、畑作、畜産、落農の大規模農業を展開している。 また、林業も盛んであり、製材の出荷量は、十勝管内で、有数の規模を誇っている。観光では、日本百名山の一つである、戸村牛山や麓の戸村牛温泉、スケホロだけのスキー場を核とした、サホロリゾートや、クラブメット北海道サホロなどがあり、資源を生かした観光を展開している。組合スーパーマーケット金融機関郵便局。 宅配便新徳駅長の西部を同等自動車道が通っているがインターチェンジは設置していない。そのため、十勝清水インターチェンジが最寄り IC となる。町内を通る幹線道路はシーニックバイウェイの十勝平野、サンドクルート大雪、フラの十勝を結ぶ北海道ガーデン街道になっている。新徳町は そばの産地であり、新徳そばが有名となっている。国道38号沿いは通称、そばロードと呼ばれ、両側にそば畑を見ることができる。映画ドラマ五十音順行政産業観光。ありがとうございます。